こんにちは。聞こえますよね、今日ね。あの明日からカンボジアチームが出発するんですね。その中でカンボジアチームに行く人どのくらいいます？あ、結構いい。あ、いますね、いますね。はい、はい。全部で何人だっけな、14名ぐらいだったかな。また増えたかもしれませんけども、先週ぐらい14名とかだったんですね。で、あの、プレッシャーでない方も参加されている話を聞いているので、あ、ぜひ、あの、チームに、ね、本当に、チームが行ったことがカンボジアの個人の人たちにとっても祝福であり、まあ、行った人たちも祝福を受けるように、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。最初に聖書を読みたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の5節からの注意です。ヘブル12章の5節から12の6で、じゃあ読みますね。ヘブル人への手紙の12章の5節から読みたいと思います。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。主に、お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今日も主はこの場所に満ちておられることをありがとうございます。また御言葉を通して今私たちに必要なことを語ってくださることをありがとうございます。どうぞあなたがご主人に語ってくださり、またあなたの言葉を受けることができるようにどうぞ助けを聞いてください。イエス様の名前によってなります。アメン。それでですね、皆さんの中で聞きたいんですけど、皆さんの中で、イエス様に愛されているって思っている人はですね、ちょっと手を挙げてで、たくさん愛されているときは両手を挙げてください。はい、じゃあちょっと背伸びをしたいと思うんです。はい、でですね、はい、じゃあ皆さん、あの、イエス様にたくさん愛されているんですね。で、本当にイエス様は皆さんをたくさん愛しています。たくさんってね、どのくらい愛してるっていうかっていうと、命を捨ててくださったんですね、イエス様は。皆さんはだからものすごく愛しているわけです。で、今日の聖書のところは何かっていうと、皆さん今、あの、イエス様に愛されていると言いましたよね。で、イエス様に愛されている人にどういうことが起きるかっていう話が大事です。だからイエス様がおられてですね、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。だからイエス様、私たちの罪の身代わりになって十字架にかかって死んで葬られて3日目によみがえったイエス様が教会に満ちてますし、教会の頭であってこの場所にも今日もおられるんですね。で、そのイエス様が皆さんですね、皆さんというのは私とするとしてですね、私と皆さんで、どうなのかというと、愛してます、めちゃくちゃ愛してます。で、それじゃあそのイエス様が皆さんを、また私をめちゃくちゃ愛してるんですけれども、めちゃくちゃ愛してる中でどういうことが起きるのかっていうのが聖書の場所です。いいですか。皆さん愛されてます。私も愛されてます。イエス様に愛されてます。誰よりも本当に愛してくださっているんですね。イエス様が皆さんを、また私を。で、そこでこう書いています。で、どうなのかっていうと、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。で、イエス様が私たちの子供のことをですね、子供っていうふうに見てくださってますね。で、ヨハネの福音書の一章にはイエス様を信じた者は子供とされる特権が与えられているって書いてます。だからイエス様を信じた時点、皆さん一人一人ちょっと違うと思うんですけども、ゆうとくんは何歳の時イエス様を信じたのか。洗礼。あ、洗礼は 何歳だっけ。12歳え違ったか。9歳。えまだ11歳になってない。まだ11歳になってない。ごめんなさい。9歳ぐらい？ 10 歳かな。うん。まあともかく今よりも若い時ね。もうよく若いと思うけど。で、その時にイエス様の話を聞いてイエス様を信じたんだよね。
そうですね。で、皆さんも一人一人それぞれのところでイエス様を信じたと思うんですね。で、それでイエス様を信じた時にどうなるのかっていうと、神の子供っていう特権が与えられます。で、ヨハネの福音書の一章に書いてある。だからイエス様を信じた時点でそれまでは関係なかったんです。関係ないっていうのはちょっと変なんですけど、神の子供とさえ特権が与えられたって書いてます。ですのでイエス様を信じた時点でイエス様の子供です。皆さんいいですか、誰の子供ですかって言ったらイエス様の子供なんです。イエス様の子供ですね。はい、イエス様の子供です。だからここにこう書いてます。我が子よっていうのは皆さんであり私のことですね。イエス様の子供ですね。主の懲らしめを軽んじてはならない。主っていうのは、まあ、こうイエス様って読み替えてると思いますね。で、イエス様は私たちを愛しています。で、これは一番重要なことですね。で、そのイエス様は私たちを愛している中でですね、懲らしめっていうのが来るんですね。違う色はかな。懲らしめですね。あ、すみません、主の懲らしめを軽んじてはならないって書いてます。だからイエス様は私たちを愛している結果としてですね、で、どうなのかというと懲らしめっていうのもあるんですね。じゃあどういうのが懲らしめかっていうと、何か悪いことをしたとしますよね。で、今はどうなんでしょうね。皆さんの中でお父さんかお母さんにお尻叩かれたような人いますか？ああ、いますね。はい。で、例えばね、いますね。はい、じゃあそうですね。頭叩いてはいけないというんで、最近はお尻なんですね。はい。それで、例えば、胸、ね、真似ないでくださいね。これ今言った、僕たちはこんなこと言ったって。例えば、腕立てでですね、コンセントに指を突っ込んで、それはいいでしょうか？危ないですよね。感電してしまうかね。わかりますよね。そんなこと絶対しちゃいけないんですよ。でももし、何も知らないでそうしようとしたら、それはまずいって言って、それこそお尻を叩くかもしれませんね。まだ小さい子だったらね。まあ、大人でやってたらなんか、ちょっと大変なんですけど、まあ、ともかくですね、その時には二度とそういうことをしちゃいけないと、危ないっていうことを教えとして何か一生懸命やるわけですね。で、そういうのが、まあ、懲らしめなわけなんですけども、主の懲らしめを軽んじてはならないということで、私たちはイエス様に愛されてるんですけれども、愛されてるがゆえに懲らしめもあるってことです。いいですか、いいですか。懲らしめだけがあるんじゃなくて、愛されてるから懲らしめがある。いいですか。で、そうですね、だから皆さん親からですね、お父さんお母さんから本気で怒られたことってあります？はい、僕が言います。本気で怒られた。で、もし本気で怒ってもらったお父さんお母さんがいるならば、それは幸せだと思います。そうですよ、まあ、そう本気なんですね。で、なぜ本気で、まあね、感情で怒る場合もあると思います。まあ見分けていただきたいと思うんですけど、感情でこうなんかね、なんか八つ当たりみたいな、まあ人間だからね、そういうこともあるかもしれない。同意してもらったところもあったみたいですけど、だけど、そういう場合も残念ながらあるんです。人間は弱いし、罪人ですから、そういうことはありますけれども、だけどそうではなくて、あ、これはまずいって思って本気になって叱るっていうかね、そういうことは もし皆さんお父さんお母さんにされたとしたら、それはすごくいいこと、受けましたねっていうことができるんですね。で、なぜならばベースに愛してるからです。愛がベースだったら、ね、感情で怒られた時は反発するでしょ、皆さん。けど、本当に愛してるがゆえに、それはまずいって、これはやめなさいっていう場合は、それはやっぱりね、なんかこう、納得していくと思うんですね。これ書いてるのは何かっていうと、主の懲らしめを軽んじてはない、主に責められて弱に果ててはならない。その後です。ここに書いてるのは、主は、まあ、イエス様って言ってもいますけど、その愛するものを懲らしめって書いてます。だからイエス様は愛してる皆さんを、また私をですね、
懲らしめるんだっていうことですね。で、なぜ懲らしめるのかっていうと、愛しているからです。愛しているから、まずいことをいつまでも放置しては絶対まずいと。だからどうなのかっていうと、懲らしめてそのまずいところから離さそうとするんですね、っていうことですね。で、受け入れる全ての子に道を加えられるからであるって書いてますけども、ベースはここですね。愛するもので、だからイエス様は、その愛している皆さんを、また私をですね、愛しているから、だから懲らしめが入るってことですね。だからもしも皆さんの中にそういうような懲らしめっていうのを、もしだってそうでしょ、皆さんお父さんとかお母さんとか、そういったね、親とかね、あるいはまあ親戚の人でもいいし、他の人でもいいですけども、本気になって怒ってくれる人、叱ってくれる人っていうのは、やっぱりなんかその中で、ああ愛されてるなって思ったりすることないですかね。ね、でも感情で何か言ったら反発するとは思いますけれども、でイエス様はどうなのかっていうと、皆さんを愛してるから、私を愛しているから、本当に愛してるから、だからまずいことはまずいって、そういう形で懲らしめっていうのがあるんだってことがここに書いてるんですね。だから皆さんの中でね、そういえばなんかこう最近イエス様からいろんな懲らしめが入ってるなって思う人いますかね。はい、あるはずなんです。で、なぜならばイエス様は皆さんを愛してるから。だからね、よくちょっと後で考えてみてください。今じゃなくてもいいんですよ。いろんな形でイエス様が皆さんを愛してるがゆえに、今までなかったような事柄が起きてしまったりとか、そういうことがね、起きてくると思うんですね。私もいくつかこう連発して起きてることがあって、まあ、言えるところは、例えば白板キャンプ以降ですね、なぜか風が治らない、ね、これで治ったかなと思ったらまたぶり返して、ずっと2週間以上も夏に風邪を吹くなんて、でもそもそも考えられないんですけども、なんかずっと続いてるんですね。なんだろうっていう感じでね。で、まあ、妻に言うとですね、自己管理が甘いとか言われるんで、まあ、それはそうだなとは思うんですけど、まあ、まあ、それはそうなんですけど、でもなんかその中で言っておいてきましたけど、やっぱりね、いろんな形でね、愛されてるがゆえに懲らしめっていうのは皆さんに来てるはずなんです。で、その時の対応がこう書いてますんで、何かっていうと、一つ忘れないで、絶対忘れないでいて、っていうのは、それは愛するものを懲らしめって書いてますから、それは愛されていることの証拠なんです。イエス様に愛されているから、イエス様からのいろんな懲らしめが始まってる、起きているってことですね。だからなんかそういう懲らしめがあったら、自分はなんかこう見捨てられているとか、そういうの全然逆、懲らしめがなかったらちょっと気をつけてください。それは本当にイエス様に愛されているかどうか怪しいっていうことになるわけですね。だから僕が言ってるのは、だからイエス様に愛されてる、だからこの懲らしめがあるっていうふうに見ていくときに、なるほどね、加点がいくっていうことがあると思うんですね。で、それからその時にね、それから受け入れる全ての子に、まあ、神様はイエス様は私たちを受け入れてくださってるんですけども、その後にまたこう書いてますね。鞭を加えられるから、無知ってすごく痛いんですよね。そうですね、まあちょっと体験してないから言えないですけど、ファッションって映画見た人この中でどのくらいいます？ファッションのね、イエス様は無知打たれたんですよ、十字架に近い。で、あの無知で打たれた時に、こう引き返す時に肉片が飛ぶってことね、ちょっと凄まじい感じでね。私はその残酷な映画ってことで言われてたんですけども、あのファッションという映画を見て、まあ、私はなんかイエス様に愛されてるというのがよく分かってなかったんですけども、あれを通して、あ、本当にイエス様は私を愛している結果として、この鞭打ちを本当に耐えてくださったんだなっていうのが分かってきて、まあ、私イエス様に愛されてるというのはこう少し開かれてきたんですね。で、どうなのかっていうと、主はその愛するものを懲らしみがあるということと、受け入れすべてのこと、
こうで皆さんで私に無知を加えられるそうですね。だからそのなんかちょっとそういう話ばっかりなんですみません、ね、小出し見えもあるし無知も入ってくるぞ。でもそれはなぜかっていうとイエスは愛されてるからです。皆さんはイエス様に愛されてます。本当に愛されてます。命がけで 愛してくださってますし、命がけで私たちのために命も捨ててくださったほど愛してくださった。だからそのイエス様が愛してるがゆえにどうなのかっていうと懲らしめを与え、また無知も加えるって言ったんですね。だからね、でそういう状況ですね。無知加えられるとですね、すごく痛いと思うんですね。だからその時に主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない。だから神様からのイエス様からのこの懲らしめとか無知が入ってきた時に本当に弱り果ててしまうことがとかも起きるんですね。だけれどもその時ね、自分がイエス様に愛されてるからこういう懲らしめがあり無知が入るってことをね、ぜひねイエス様が愛されてるかなっていうところを忘れないでいただきたいと思います。それとともに、10節11節に書いてます。でそのじゃあ なぜイエス様はその懲らしめを与えたり、また無知を加えるのかと、もちろん愛してるということなんですけども、10節、なぜなら肉の父親はっていうのは、まあ、親ですね、短い期間自分が良いと思う前に私たちを懲らしめるのは残念ながら子供を愛してるなと思いながらも感情で言ってしまったりとか、言わなくてもいいことも言ってしまってやってしまうことはあります。まあおそらく世界中どこを探してもどんなにいいお父さんとか お母さんと会ったとしてもやっぱりねそういう失敗があるんですね。霊の父はで、これはまあ私たちの神様でありイエス様と言ってもいいんですけど、私たちの益のために私たちをご自分の清さに扱わせようとしてくる。だからどうなのかというと、懲らしめ側に無知を与えられるんですけども、それは何のためかっていうと、出ないですね、目標があるんですね。それは益のためで、本当に例えばゆうとくんだったらゆうとくんのためにイエス様は懲らしめを与え無知を与えられる。でもそれは本当にゆうとくんのため、本当にゆうとくんのために、肉の親はですね、まあ、ゆうとくんのためって言ってたら失敗することあるかもしれない、まあ、どこの親でもねそういうことあると思いますけれども、だけどイエスさんはどうなのかっていうと、本当にあなたのために、私の益のために、そして、私たちをご自分の清さに扱わせる、本当に神様の清さに扱わせるためにそういう懲らしめの道を加えられるとってことを書いてますね。だからそういうことがあるっていうことね。だからイエス様は愛されてるかゆえにいつまでもそういうことがはやっぱりあると思うんですね。段階段階あると。だけどその時にこう書いてます。注意説、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ぶ。で最後に平安な義の実を結ぶ。だからどうなのか、結局はそのために私たちを愛しているがゆえに、あなたを愛し私を愛しているがゆえに、いろんな懲らしめとかむち打ちみたいなことが入るかもしれないけど、それは何のためかっていうと、あなたの益のため、私の益のため、そして清さに、イエス様の清さに扱わせ、平安の義の実っていう実を結ばせるために、イエス様はそういうことをなしているということをね、覚えていただきたいと思います。で何でもそうですけれども、まあ、スポーツでもそうですし、あ、音楽でもそうかもしれませんけれども、目的が分かるとね、神様は何のためにこのことをしているのかってことが分かっていくと、まあ、理解できてくると、やりやすいんですね。それが分からない、なぜこんなことが起きたんだ、どうしてこんなことが起きたっていうと、混乱してしまうんですね。で、今日の聖書の箇所はですね、神様は私たちを子供として扱って、そして愛する子供として扱って、そして愛する子供としての特権は何かっていうと、特権ですよ、懲らしめと無知が入ってくることってことですね。でそれもちゃんとした懲らしめであり無知であり、私たちの益のため、そして私たちはイエス様の清さに扱うため、
そして平安の気を結ませるためのそういうものが入ってくる。だからその時は悲しく思われたりとかね、弱に果ててしはならないって書いても、弱に果てるようなこともあるかもしれません。だけど覚えてください、それは皆様愛してるからイエス様はそういうことをなしてるというね、覚えていただきたいと思います。だんだんとイエス様と同じ姿にこう変えられていってるんですね。この過程でですね、やっぱりいろんな取り出す機会とかね、そういうことはきっとあると思います。だけどもです、それは私たちの生きのあなたの生きの団体、私の生きの褒めてある、そしてあなたを愛しておられる、また私を愛しているイエス様はそれをなしているということでね、でその中でぜひね、皆様に愛されているからということで忘れないでいただきたいと思います。お願いします。愛するイエス様、主はその愛するものを懲らしめ、受け入れる全ての子に無知を加えるからであると聖書にあります。イエス様が、私たち一人一人を神様の子供として、あなたが使ってくださっていることをありがとうございます。また私たちの益のために、イエス様が私たちを取り扱い、魂を加えられていることをありがとうございます。主よ、どうぞその中で弱り果ててはならないとあります。また悲しく思われる時もあると書いてますけれども、その時本当にイエス様に愛されているものだということをしっかりと、覚えて、そして必ずこのことを通して主が素晴らしい身を結ばせてくださるということを信じつつ、その取り扱いの期間を超えていくことができるように、そしてそれを通して大きな身を結ばれたと、素晴らしい益が一人お一人に与えられることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ち上がりください。ハレルヤ。までも豊かにあふれるばかりありますように。どうぞお座りになってください。それでは愛ちゃんの